お久しぶりです。事件です。今日はね、その事件に遭われた被害者さんも来てくれてます。今日来るみたいなんで待ち合わせしてます。文字化けしちゃってる。これね、なんで書いたかって言ったら、ふわっち性欲の炎上ニュースで書いたら伏せ字にされちゃったみたいな。ダメなんだこれ、性欲は伏せ字です。お待たせしました。やると思った。誰かこれやると思った。やっちゃって、やらかしてる、やらかしちゃってる、これやらかしちゃった、やっちゃった。誰だと思うこれ。ああ、どんだけ待たせんのよ。どっちかだぜ。お前がアラブの石油王、お姫様好き。やばいね。被害者さんからね、今日は DM もらって、ちょっと取り扱ってくれないですかっつって。生きてた。お待たせしました。待ってた。ごめんね、ちょっと。あー、ゾーハードンチキャンです。お前がアラブの石油王、ドンチキャンです。いやー、やらかしたか。夏だからね、夏だから、夏はこういう事件があるよ、やっぱり。今日被害者さん来てますからね、今日来るみたいなんで。誰だと思う。ちょっとまだ内容詳しく聞いてないんですけど、これからなんですけどね、真相をちょっと聞こうかなと思って。夏だからね、だからなぜか多い6月のベイビーって歌あるでしょね。え、あれどういうことか分かる。8月だよ。8月にエッチするからだよ。8月にエッチして6月に生まれるのよ。うん、開放的になっちゃったよこれ、夏で。あ、YSP の役はこれ、やり捨てっぽいって言うんですよ、これ。やり捨てっぽい。うん、誰なんだろう、これ。ちょっとね、被害者の女性が来てからお話ししようかなと思って。何も聞いてないのよ、詳しいこと。うん、ちょっと聞いたけど、嘘だろうと思ったけどね、俺は。やり捨てっぽいは、これ、書いちゃうと捨て字になっちゃうから。うん、誰だろう、これ。来てからの方がいいかなと思って。あんま詳しいこと聞いてないんで、もう間もなく来ると思うんですよ、6時までには。多分時間厳守なんでね。うん、で、伊藤くんでしょ。伊藤くん、善一くんも話そうかなと思ったんだけど、やっぱり誠治に話したいっていうことで、うん、どうしても僕に事件をね扱ってもらいたいということで今来るんですけど、うん、女の子ね、リスナーさんだからね、ナータンとかじゃないのよ。リスナーさん、普通の自分のリスナーさん用だから、配信者の自分のリスナーさん。うん、現場大阪ですね。うん、まだ分かんないのよ、その配信者とか。これからちょっと聞こうかなと思って。うん、アルバル案件じゃないの、専門。まあそうなんだけど、なんで俺に来たのかなってちょっと分かんないんだよ。うん、リスナーさんなんだよ。だから配信者じゃないから、顔は出せないかもしれない。でもお願いしてみるけどね、顔出しはね。それだからね、やっぱ第一主義なんで。で、ちゃんと証拠もあるんだろうねって言ったのよ。ありますって言うんだよ。あるから証拠が、ちょっとこれちょっと配信で取り上げてもらってもいいですかって言ったら、うん、加害者配信者ですよ。気になっちゃうでしょ、チャンネルはそのままね。男の、そうそうそう、男の配信者が
女の子にまあズッコバコズッコバコしちゃったのよ、うん、でこれがきっかけで付き合ってくれたらいいんだけどね。まあ、うん、あ腹から声出てよっとん付き合うです。徳田さんです。あれです。お前が新たな石油王お姫様。あれです。大発散とアーメタイカです。待ってドンツキどうした、うん、同意じゃないのか。まあ同意なんだけど多分ね、わかんない。ちょっとその辺は、うん、女の子まもなく、あ、あ、地名が来たね。今ここにいるって。もう少しお待ちください。うん、了解ですって。安倍さんの会見とかじゃないっすよこれマジで。うん、付き合う気があったのかなかったのか、そこですよね。これ電波大丈夫ですか今、うん、今ねお店の Wi-Fi 使ってるんだけど大丈夫電波。いつもこういうとこって電波悪いじゃん。うん、うわっちね、ネタがないからさ、ネタ落ちてたらやっぱあるんだねネタって。大丈夫、ありがとうございます。ウイタいるよ、そこスタジオ、カラオケじゃないです、スタジオ借りてますわ。やばいね、うん、あ、少し遅れちゃうって。許してあげて、ちょっと少し遅れちゃう。